みんな出てきたピンクグッモーニング、おはようございます。おはようございます。おはようございます。そのまま押そうかな、こっち。今日はですね、はい、三重県の志摩市にあります、はい、名前を知らないんだね。深田に乗ってます。わーい、わーい。小味の仕掛けはなんか誰だって言われて、さっき釣り具屋でこんなでっかい見たことない、私こんなの使ったことないよ、アジ釣るのに。これでーす、こんなの。まあどれだけ釣れるかと、うん、うん、でね、やってみましょうかね。はい、はい、じゃあみんな頑張りましょう。はい、えいえいえいじゃあ今からチヌの団子作りね。赤丸即戦爆寄せ、激荒も少し混ぜて。美味しそう。これもう一緒に配合していきます。うわ、マジでびっくりした。ちょっとやるんだってやるって言ってください。じゃあとりあえずこれでまず終了ということで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、はい、今日は動画を見てくれて、ちゃ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 今日は動画を見てくれてこれありがとうございます。もしもうやめようかな。マジじゃん、マジ。すっごいアジがいるシーン。すっごいアジがいるシーン。あ、ちょっと行くわ、私。行くわ、行ってこい。あ、カメラそのまんまの高さで、はいはいはい、ちょっと行くわ。そのまんまの高さで行ってこい。ほとんど落とすだけ。はい、怖い。ちょっと逆光だけど。おい、来たよ。ほら、見てうわ、すごい、群れ。群れてる。あ、すんな、アジ。どう、ついてる？え、ついてない？ついとるでしょ。なにこれ、すげえ。アジ、全部アジ、全アジ、全アジ、アザース。これ2号針ね、下で今 2B っていうちょっと軽めの重り。足し餌はこれを尻尾から1匹掛けして団子に包んで軽く1、2、3、4で落とす。で下までずっと落としていきます。そこまでね。で今落ちたら竿を上げて曲げる。でこれどういう状況かというと、団子がくっついてるから竿が曲がってる。でこれが団子が外れるとパインって、パインと、これふにゃふにゃ、うん、ほら、あ、曲がってる。あ、そういうことか。うん、団子がくっついてる。で団子がないとどうなるかって、ちょっと強制的に外すよ。ほら、全然もうフリーでしょ。今団子外した。で外したらその外れた分だけそこへ下げる。で当たりを待つ。餌取りのあたりっていうのはブルン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 震えるだけなんですけども、食った瞬間に走るやつはこれがキューッと小さくなる。それを、狙いすましたように合わせると。それが団子釣り。そう、よろしく。これが団子釣り。はい、じゃあ広間が、じゃあ私も第一刀じゃないけど、臭い臭い口が悪い。団子が似合うね。団子似合うでしょう、うん、うん、団子から生まれてきたの？どういうこと？パカって、あんこか。前世は団子だった。前世団子だった。前世あんこだった。あんもの、あ、あ、あ、なぶらなぶら。どうする、どうする？え、なぶら？なぶらなぶら。すごい。これも来たわ。すごい目の前でナブラ怒ってる。なんか投げる？どうする？団子投げる？中だけや。やっぱりね、泳がせしよう。何かな、これは。アジでしょ。何かな。一応期待は。おお、なんか、おお、よいくよ。3匹ぐらいついた？でかアジ。あ、でか。でかアジがついとったんだ。ね、広間見てこれ。あ、でかでかアジだ。うわー、すげえ。ちょっと測ってみよっか、何センチある。でかいよね。予想ね、それ17。じゃあ、さあ身体測定です。あ、20あるんじゃない。20ある。20あるよ。20センチでございます。イエーイ。刺身だね。やったー、いい感じ。ありがとう、アジ一匹もらってもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。なんかすみません。今これ2回目言わした。今日は生きのいいアジ入れといたんで。ああ、すみません。いつもすみません。はい、いえいえ、この
うん、泳がせって楽しいよね。泳がせ楽しい、夢があるね。うん、よし、よし、じゃあこれで、はい、いってらっしゃい。大物になって帰ってこい。いってらっしゃい。で、あのその木あるでしょ、はい、置いてくんだったら、いや、そのあのブロックみたいな木あるじゃん。あ、これこれこれ、便所のところ、あ、これですか。それの下に入れておくぐらいじゃないと、あの竿全部やられるよ。マジですか。はい、じゃあ広間の泳がせ釣りはこんな感じで、待機です。鈴つけるの？鈴ね、あるかな。なんか今ちょっと反応あったんで、反応あったけど回収する。かじられてるかもね。カラガキついとったりする。カラガキ、カキガラ、カキガラ、え、ついてる。なんかロープ。あー、すごい大物かかったみたいだけど。あ、え、鈴落ちちゃない今。マジ逃げてちゃった。いろいろ災難があったね今。鈴は落ちるわ、踏んだり蹴ったりや、マジで。ロープかかるわ、アジなくなるわ。どうするこれ、どうする。ちょっともう一回チャレンジしよう。はい、アジいっぱいあるから。あ、アジいただいていいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、ちえみちゃんが今でかいの。痛い、痛いよね、痛いよね。すごいでかいアジあげたね。それマジぐさぐさっといったね。21あるじゃん。 21 21cm、 21 21。じゃあゆうかの真似で。ゆうか釣れたよ。ちびちゃん、なんか飽きたんすか。何が何が、お好き犯人。また違う違う、なんか新しい竿を出してきて。あ、あのですね、はい、ジーグを投げてみようかなと思って。あ、ジーグ、うん、ジーグ投げる。ジーグを投げる。ジーグ投げてみます。ジーグ、オッケー、大丈夫。はい、今までなんかみんなが貸してくれたんだけど。お、可愛いやつや。はい、色だけで選びました、うん、見た目だけで。投げれるの。私ね、敦賀、うん、で特訓したから。ああ、そっか。敦賀振興で。あ、ダイソー10内で。そう、皆さんにご迷惑をおかけしました。ごめんなさい、その説は。いくよー。はーい。今のカットね。すごかったね、今。今のカット。カット？うん。カットしねえよ。いくよー。はーい。ねえ、なんでおならするの、マジで。やばい、ね。誰の？よかった、風上で。間違いない。ね、はい、ひろまくんヒット。今ちょっとでかいね、これ。でかい、こっち、こっち来ちゃった。うん。あの、ポンピングで。そうそう。頑張れ。頑張れ。あ、もう臭いね。もう臭いね。よし。ゆっくり行くしかない。頑張れ。うん、あー、そうそうそう。下のね、イカダに巻き込んでる。ゆっくりゆっくりゆっくり。そうそうそう。もうラインちょっと少々ギシギシやってもしょうがないとして。あ、何？ほら、ブリだ。おー、すごい。稲田、稲田、稲田。稲田、稲田。入った？入った。こっちこっちこっち、すぐこっち、すぐこっち、こっち、よしよしよし、すぐこっち、すごい、ひろまやった、やった。稲田、稲田、稲田、やったね。さっきのナブラの正体、多分これ。そうそうそう、それは間違いない。これ、うまいやつ。すごい。まあ、あの、九州でいうヤズ。ヤズって言うんですね。いやー、ナイス。刺身で。刺身だね。刺身ですね、これ。刺身だねー。おぉ。ちえみちゃんの味がでかい。ちょっとマジでかい、これちょっと測ろうよ。よっしゃ。うん、で、君何食ってんだよ。これも測らん。9000いらない。そうですか。ごめんね、ごめんね。はい、はい、測定します。測定。チャキン、あ、でかい、でかい。22。どんどん1センチずつアップしていく。あ、違う、あと22。1センチずつアップしてくる。1センチずつ、次23だ。23か、うん、私の足よ、それ。あ、本当。じゃあ最終的に俺の27まで欲しいな。やば、やったね、やった。お、すごい、なんかすごいのヒットしてる。チームじゃなくてね、青物かもしれない。青物。あ、また入り方がすごいね、横に走るね。あ、わかった。おお。おお、出とる出とる。見えた見えた見えた。何だった？稲田、稲田、もう一匹目。稲田が、おお、よっしゃ、よし、よし。すごい、いろんな糸が来てる。ああ、これも刺身だね。いいね、よっしゃ、いいね。よいしょ、よいしょ。すごい、おい、コジーティー。コジーティーって、これ GT ですかこれ。一応浪人の子供。そうなんですね、これ、うん、4人の子供。マジで、うん、あった、俺石垣行かずに達成。ええー、うん、これ GT じゃないかな、確か。銀亀かな、銀亀ですかね、わかんねえな。まあ、そこは見分けた。まあまあ、でもメキメキ、メキでガラガラじゃないかも。ええ、あ、
釣れた。うん、コンビが釣れた。大丈夫？手大丈夫？大丈夫、手切れた。うわぁ、トンビが釣れた。あ、なんかね、めっちゃさ、すごい。すごかったね、今。そう、俺ドラグ持ってたもんで、あ、青の来たと思ったらさ、トンビが飛んでんだって。そう、空に向かってドラグ、ライが上に流れた。大丈夫？大丈夫。空に向かってドラグ鳴ったもんね。青のよりすごいかもしれない。そりゃそうだよ、やっぱり猛禽類だもん。すごい、このこと開けちゃった。まあ、しょうがない、しょうがない。あの、無事だっただけよかったよ。もう一つけばいいで。竿持ってかれそうだった。竿が飛びそうだった。俺、そこに沈めてなかったもん。回遊してきたやつが。そうそうそう。そこに沈めずに、とりあえずポンって置いといて、さあさあ、アジアジって言ったらスパーンだったから、うわー、ごめん。ピンクの竿が海に落ちちゃった。落ちちゃったというか、引きずり込まれちゃった。一緒に。秘宝。超秘宝。スーパー秘宝。私も海に潜りたいよ。ここ深いんだよね。やばい、なんか泣きそう。違う、ピンクのリールが。ピンクのリール。いやいや、ピンクの竿だね。ピンクの竿が。一旦切りました。ピンクの。で、なんかピンクの竿がなくなったってなったら、今度ひろまくんがでかいのになっちゃった。これついてこんから、ピンク。ピンクついてきて、お願い。マジかよ。あ、これ何でしたっけ、マハタ。あ、マハタ。マハタ。えい。マハタ。でも今喜びが。ごめん、喜べない。ごめん、ひろ、喜べない。素直に喜べない。マハタ、なんか俺もちょっと心苦しい。そうそうそう。涙出てきたな。ピンクサーモがなくなっちゃう。釣れた。釣れた。釣れた。だけど悲しい。また釣れたんだけど。悲しい。鼻水も出てきた。ちょっとなんとかせにゃかんね。俺もちょっと。はい、おめでとう。なんかいろいろあったね。なんかいろいろあったね。トンビがかかったりとか。かかったり、ピンクの竿をすっ飛ばされたり。なんだよ。今日なんかちょっと、ね、最悪だね。最悪だ。全然嬉しくねえもん俺。動揺してる今。動揺だよね。あ、いや、まあ、ピンクの竿を売ってるの見た人コメントください。うん、そして送ってください。違う、送ってこなくていいけど、売ってる店あったら教えてください。うん、ちょっと、うん、俺も探す。ダイワのピンクの竿を。あの DV1 ね。うん。びっくりした俺も。こんなこともあります。うん、気をつけましょう。ありますね。今日は動画を見てくれてありがとうございます。もし動画が気に入ってもらえたらぜひ